これどちらが先に1本来るかですね。そうですね、残り5秒なのでフィニッシュ、はい、千葉は決めたですね。スミス外の力があるが来ました。来ましたね。わずかな中で落ち着いて、はい、このふわりと、はい、いや滞空時間長いジャンプショット、いいですね、はい、調子いいかもしれないですね。あと5秒、小林ちょっと時間がない、打つしかない。あ、すごい、おー決めた、すごい。バルビー選手に対してファール、ダンカン選手がファール取られましたね、はい、今ファールはダンカンとなっています。スミスが行きます。スミス、バンベイジャがブロックに飛んできましたが、やっぱもう一歩遅いですよね、あのヘルプに行くのがね。今あそこをもう徹底して狙っていいと思うんですよね。さあ今度は秋田入ってきた、デイビス、ロックブーニー。大丈夫ですかね、今ね、ちょっと体がギャッ、こうちょっとギャッ、あ、この後ですよね、はい、ラインを割ろうとしたんですが、キックアウト、エクストラパス、原ディフェンス下げて打ってきた、これですよね。スミスからムーニー、もう一度スミス、速いボールのムーブメントから原がワイドオープンでのスリー。ムーニーのスクリーン、ただここは太田がつく、赤穂が打ってくる、沈めた、ここで第1クォーター終了。いや、いい終わり方ですね。いい終わり方ですね。スミスです、スミスのスリー、うわー来ました。これは大きい、千葉ジェッツ。今度はダンカンが入っていく、富樫が入っていく、ミスマッチ、スミスと接触してバランス崩しましたが、ショートコーナーから富樫タップショット、これも入る。浜口ヘッドコーチとしてはちょっと嫌ってタイムアウト使ってきましたね。最初左ウィングからスリーを沈めた富樫ですが、ここもタップショットを沈めて、ここまで早くも5ポイント。ムーニーへショットクロック残り3秒、藤永のスリー、ノーナイスヒット、ショットクロックギリギリ、スリーポイントをヒットさせました藤永。ファラーズが近寄ってきて、富樫が時間を使いながらボールをなんとか離してファラーズへ、そしてまた富樫に戻ってくる、ショットクロック残り1秒、うわーだー、そうなんですよ。ヒロトさん、第3クォーターから富樫がいつもの富樫になってきました。なりましたね、完全に、最後のシュートもそうですけれども、はい、ただやはり横浜のディフェンスがまた緩む、でその原因を作ったのがベックン選手がハモン選手、はい、せっかくのいい流れをこの2人がね、潰してしまって、もう一度ね、第1クォーターに戻ってほしいですよね。ボークランも行ったんですが、もう一度飛ばし、あーっとボールキュパス、カーソミス、ラバシアリーナ、このプレー、ここしかないという、その貴重なプレータイムを生かしているこの大阪の選手たちですが、あっとダンク来た、ムーニーです。お、何かスペシャルなデザインがあるか、トガシが行く、ロングスローは、おー、決めた、いやこれ2本打ちだ、ウィーカーショット成功、リードしています。いやー、1クォーターも2クォーターも最後にトガシ、ダンカン、スミス、スミスアタック、窮屈な体勢、ダンカンとスコット、激しい、外、藤永、スミス打ってきた、コーナースリーは、うわ